皆さんこんにちは、個別指導塾教室塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマは東京一高医学部受験において地方格差が拡大している理由ということをお伝えしたいと思います。まあ、いろいろね、あの情報がどんどんこういろんなところで見られるようになって、まあ、それこそ YouTube だったりとかで勉強法とか結構知ることができるようになってるじゃないかって意見も多々あると思うし、まあ、実際にそういったねものを使って情報を享受して、まあ、東京一高とか医学部とか、まあ、いわゆる最難関大学ですね、そういうところにあの合格する方もいらっしゃることは事実なんです。ただ、まあ、実際僕ら指導している人間の立場から見て、むしろ過去と比べるとその地方格差がその超難関大だけでいうと拡大してるんじゃないかなっていう印象がすごくあるんですね。なのでその理由を今日は5つに分けてお話をしていきたいと思います。でまず1つ目が共通テストの存在です。はい、これはどういうことかというと、まあ、これ何度も言ってるんで詳しくは言いませんが、昔よりも負荷が増えてます。はい、まあ、それはもうあのよくわからないぞって方はあの以前のキャスダイス TV の動画をあの検索してキャスダイス TV 共通テストとか出てくるのでそれは見てみてください。で実際にじゃあ地方と、まあ東京とか都会と比べると何が一番違うかっていうと、受験に対する意識の向き合うタイミングなんですよね。でやっぱり都会の方が早い段階から受験を意識する方が多いということは、より勉強としてやることが増えてるんで共通テストが大変な分、早くから、まあ、例えば塾選びだったりとか受験勉強をスタートだったりしているような、まあ、都会の方が、まあ、有利になってしまっているということですね。はいはい、だからまあどっちかというとこの話は格差の中でも都会が有利になってるって話であって、まあ、地方が不利になってるっていう側の話ではないかなというふうに思いますね。はい、で2つ目がその情報格差です。うん、はい、場合によってはこれ情報というよりも環境格差って言ってもいいのかもしれませんけれども、結構ですねあの都会の方と地方の方で、まあ、一緒くたに語るのは良くないかもしれませんけれども、結構その違いが見えてて、どういうことかっていうと、例えば共通テストの対策大変だよねとかっていうことを、もう都会の子たちって学校の先生にも言われたりとか、もう友達とか先輩との会話の中でも出てくるんですよ。ただ地方の子とかってまだそういう情報についていってなくて、学校の先生的にも、まあ、正直ですよ、もう今まで通り学校の勉強をやっていれば大丈夫とか、あの共通テストは夏からで大丈夫とか、結構そういう風に指導されちゃって出ませんかって話なんですよ。どう思います？いやまあでも実際それは本当にそうだと思いますね。だからそのなんかネットとかじゃないところの世界で、特にリアルの世界において、結構その自分がいる地域によって情報格差ができちゃってるのと、そうですね、あと場合によっては環境格差、例えばクラスの、ね、同級生の何割かがなんか結構早い段階から塾に行ってる、なんで今から行くのと、ちょっと話聞いてみると、いやなんか教手が大変って言われてさみたいな、で問題見てみてなんか塾の先生になんか無理やり受けろって言われたから同日受けたんだけど超難かったんだよねみたいな、だから行くことにしたとか言ったら、えそうなのとかって気づけるじゃないですか。けどそういう風に動くような人がやっぱ地方とまだ少ないので、そういう意味でも、まあ、情報格差と呼ぶべきか環境格差と呼ぶべきかわからないけれども、そこで差が開いてしまっているっていうところがあるかもしれないなというふうに思いますね。そうですね、はい、次3つ目です。志望校の変化です。はい、これどういうことかっていうと、あの東京一高とか、まあ、医学部とかって、まあ、当然受験勉強って言ったら、まあ、当然一番難しいじゃないですか。で一番難しい世界に対していやそんなやりきれないよっていう人がやっぱ今増えてますよね。今まではどっちかっていうとある程度大学の序列があってとにかく頑張っていけるとこまで行こうみたいなものだったのが、正直その例えば自分は将来こういうことをやりたいから、まあなんていうのかな、こういう勉強を、ね、やれればいいからこの大学に行こうみたいな考え方って増えてるじゃないですか。でそれは別に悪くないんですよ、悪くないんだけれども、そうなった時に例えばですよ、何でもいいんだけどどうしようかな、じゃ自分は将来じゃ公認会計士になりたいです、まあ、別に弁護士でもいいです、別に研究者でもいいです、それができる大学ってどこでしょうっていうと、別にね東京一高とか医学部である必要って医学部以外ほぼないんですよ。ないですね。そう、特に医学部に関しても別に大学を選ばなければ地方にも医学部はあるわけですよ。ってなるとわざわざ、まあ、基本的には都会の大学の方が難しいんで、そっちにチャレンジしなくても良くなっちゃってるってことなんですよね。そう、例えば東京の人だったらなんとなくね就職とかも考えて、いや自分はこういうね、例えば職業に就きたいけども、例えばね商社に行きたいって思っても、いやまあね少なくともマーチは絶対必要だし、できれば早慶に行っといた方が就職実績がいいことは分かるからそれで行こうみたいになるところが、まあ、別にね自分の地元の大学でも別に大丈夫だって思ってしまうと、やっぱりそっちで別にいいかみたいなところがある。だ結構その難関大学においてあの都会の人の比率が増えてるみたいなデータもあるじゃないですか。なのでそういうことから見ても結構そもそもの、その目指さないみたいな、
部分がちょっとあるのかなと思いますね、うんうん、そうですね、まあ、そうすると環境要因もどん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 広がっちゃいますしね、うん、そうなんですよ、まあ、ただあえて言うと、まあ、これちょっと例外で言うと医学部、うん、だから地方にも医学部はあるんで、うんうん、まあ、そこを目指す人っていうのは、まあ、確実に一定数いるので、うんうん、なんか医学部受験がなんか競争相手が減ったとかにはあまりならないとは思いますね、うん、はい、これが3つ目の理由です、うん、次に、4つ目の理由なんですけれども、うんうん、中学受験の盛り上がりですね、うんうん、まあ、活性化とか活発化と言ってもいいかもしれないです、うん、中学受験の、まあ、盛り上がりって今結構すごいじゃないですか。そうですね。で先日ね、うん、それこそサブチャンネルで取り上げたんですけど、うん、今ってサピックスの裏にね、うん、中国人の方々が運営する裏サピックスコミュニティっていうのがあるんですよ、うん、でどういうものかっていうと、その中国人の保護者の方が、まあ、日本人の我々が使うような LINE みたいなもので、うん、中国の SNS の WeChat っていうのがあるらしいんですけど、うん、その WeChat でクラスごとに分けるんですって。だから自分の息子がアルファコースだったらアルファのグループに入る、うん、ベータだったらベータに入るみたいな。でクラスが上がったり下がったりすると親がグループ移動させられるみたいな、うん、でそのグループの中でお互い課題を出し合ったりとか、うん、結構そういうことをされてるんですよ、まあ、詳しくはサブチャンネル見てください、うん、つまり結構中学受験ってそれ我々となんか日本人だけのものじゃないというか、うんうん、もうそのあらゆる人が参画する戦いになっていて、うん、よりハードになってきてる、うんうん、かつその当然その中学受験も対策の対策の対策の対策みたいになってきてるじゃないですか、うんうん、だから中井さんとも以前動画撮ったけど、ね、20年ぐらい前のもっとか25年ぐらい前の改正の入試問題が、うん、算数のまあ、今の偏差値50ぐらいの格好で出されるみたいな。そうそうそう、いやもう本当全然出るんですよ。そうそうそう。ってなると、で普通に考えたらですよ、学力上がっちゃってるじゃないですか。そう、中学校の子たち、中学受験の子たちの、うん、でも大学受験の範囲はもちろんね、家庭変更はあるけれども、うん、じゃあ極端にむずくなったかっていうと、まあ、そこまででもないですよね、まあ、英語とかはまあ難しかったけど、うん、そうですね。って考えると、そもそもじゃあ中学受験やってる人の方がやっぱり学力レベルが上がってるんで、うん、そのまあ、いわゆる都会はするし地方はしないというものがあるので、そこのやっぱ格差って学力の段階でもついちゃってるんじゃないのっていうのがやっぱり一個の要因として挙げられますよね、うん、そうですね。でそれがどこの受験に効いてくるかっていうと、まあ、正直例えば言い方悪いけれども地方の一般国公立学部、うん、国公立一般学部だったりとか、例えばまあマーチとかカンカン同立ぐらいであれば、正直ね、例えば高校3年間、うん、普通に一生懸命勉強すればまあそんなにその、ね、大きな差にはならない、うん、けど東京行こうとか医学部だと、まあ、それこそ小学生からの戦いじゃないですか、うん、積み上げてどんだけ来たのっていう、そういう観点で言うと正直地方との差が結構大きく開いちゃってるのかなと思いますね、うん、はい、で最後、5個目なんですけれども、私立公立の格差の拡大です、うん、これはどういうことかというと、やっぱり今の私立高校って、まあ、少子化の影響もあって定員を集めるのにかなり必死なんですよ、うん、それこそさっきの中学受験の話じゃないですけども、各学校を、まあ、生徒さんを集めるために結構いろんな工夫されてますよね、うんうん、例えばいろんななんとかプログラム作ったりとか、なんか新しい探究学習の仕組みをね考えたりとか、あと例えば設備を整える学校もありますよね、うん、なんとかなんだっけ、なんとかセンターとか言ってさ、なんか図書館となんかこう探究活動とかいろいろできる、なんかもうそういうの作っちゃうとか、うん、いろいろやってるじゃないですか。でそういう風にしてこう充実した教育を提供しようってやっている、まあ、こう都会ですよねの世界と、やっぱり公立って今までと同じように、まあ、正直ね税金でやってるわけですから、そんなにすごい投資もできないしっていう中で言うと、だんだんその教育の質的な格差っていうのが空いてきちゃってるんじゃないかなって思います、うん、もちろん一概に公立がダメって言ったわけじゃないですよ。公立でも進学実績がすごいところもあるし、優秀な子が集まる学校もあるんだけれども、ただ単純にそういったその学校ができる工夫だったりとか、学校が何かプラスアルファでやろうとする余地みたいなもので言うと、やっぱりちょっと私立の方がいろいろねやれる余地があったりするので、そこが強くなってきてるなって印象なんですよね、うん、でそういったことを踏まえると、やっぱりその私立が多い都会の部分と、まあ、基本的に公立が中心の地方っていうものを比べていくと、やっぱりその中心地にある東京とかにある学校の方が、まあ、いい教育を受けられる、でイコール例えばいい進学実績が作られうるみたいなことっていうのが結構僕はあるんじゃないかなって思いますね、うん、はい、はい、ということでざっと話しましたけど、この5個中井さん的にはいかがですかね、うん、いやまあそうですね、実際まあかなりそのもう本当にあるというか、実際僕もね中学受験とかも結構昔からやってましたけれども、うん、まあ、そういったところでの差の広がりっていうものは、まあ、昔よりもだん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 やっぱり大きくなってきてるなっていうところを感じるところでありますし、まあ、それでさらに共通テストになったことによって、まあ、環境だったり情報
情報だったりっていうところにも大きな差が生まれてきてしまっているっていうところは、やはり本当に事実であるのかなっていうふうに思いますので、まあ、そういったところでも、まあ、特に、まあ、この動画を見ていただいている方の中にはね、まあ、地方にお住まいの方っていうのはやっぱり大勢いらっしゃると思いますから、うん、まあ、そういった方っていうのはね、やっぱり学校以外に情報を得る場ってものをできるだけ作っていただいて、まあ、受験勉強頑張っていただく必要っていうのがあるのかなと思いますね。そうですね、まあ、ただ今の受験は別にね、東京一高とか医学部に行くことだけが正解だとは思わないので、うん、別に例えばね、よくかご家庭で考えて推薦を狙っていこうとか、うん、総合選抜狙っていこうとかっていうのも僕は別にいいと思います、うんうん、いいと思うけれども、ただ、まあ、場合によってはね、こういう本当ハイレベルのところに行きたいって方もいらっしゃると思うんで、うん、とにかくそういう方にお伝えしたいのは2つです。1つは情報収集をすること、うんうん、やっぱりまあこれは単純に、まあ、うちのチャンネルだけじゃなく、まあ、YouTube とかインターネットを使えばこれは手に入るんで、うん、もうちょっとね、めんどくさいかもしれないけれども、まあ、保護者の方だったりとかを中心に、まあ、習慣的にね、チャンネルとか、もしくはそうインターネットのものをチェックしていただいて情報を集めるということが1つ。そして2つ目がやっぱりね、そういった指導をちゃんと早く受け始めるってことだと思います、はい、実際にやっぱり学校の先生に聞いても返ってくる情報を鵜呑みにしちゃうと、いやそれちょっともう手遅れだよとかなっちゃったりとか、あと例えばその地元の塾でもいいんですよ。地元の塾に通うのもいいんだけども、もしかすると地元の塾の先生はちょっと古いこと言ってるかもしれない。なので情報をチェックした上できちんと勉強を早い段階からスタートする、うん、時に別に地元の塾でもいいし、まあ、うちみたいなオンライン塾を活用していただくのもそれはいろいろね、合う合わないはあると思うんだけれども、情報をちゃんとキャッチしてれば、ね、今例えば塾に行きます、学校の先生に面談してもらいますって時に、相手が言っていることがちゃんとねアップデートされた話なのか、そうじゃない、ね、古い話のままやっているのかってことを多分皆さん判断できるようになると思うので、その意味ではただ勉強を始めるだけじゃなくて、うん、もう一つやっぱり情報をしっかり集める、この2つをねぜひ重点的に取り組んでみていただければなというふうに思います。はい、というわけで今日の話は以上なんですが、まあ、ちょっとね地方格差っていうところで、まあ、全然ね地方の方もきちんと早く勉強スタートすれば別に多い可能性はあるし、うん、別になんかその都会にいる子だけが頭良くて地方の子がね、そんなことないっていうわけではないですから、うん、しっかりと計画的に、ね、取り組んでいただければいいと思いますし、まあ、先ほどもちらっとね、まあ、言いましたけども、キャスダイスでは地方の方も、たくさんね今迎え入れておりますし、指導して させていただきますので、もしよろしければお問い合わせください。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。